第4次安倍再改造内閣、今月下旬の国連総会ですとか10月の消費増税など発足直後から政策面での課題に直面します。安倍総理は先送りしてきた社会保障改革にも踏み出す考えです。経済政策、新内閣発足直後の10月1日に消費増税が迫っています。5年半ぶりとなる消費増税に備えて、政府は経済への影響を抑えるためにキャッシュレス決済時のポイント還元など、 2兆円規模の経済対策を行います、えー、麻生財務大臣は、あまり大きなものは起きないだろうと、前回の増税に比べて、えー、あまり大きな動きはないと話しているんですが、まあ、昨日、あのー、この記者会見の時の外国特派員からの質問でね、うんえー、諸外国が利下げしているこの状況なのに、なんで消費税上げるんですかみたいなですね、あの耳に痛い質問も出てましたけど改めていかがでしょうか、消費税増税含め 諸外国の人がね、はい、そう聞くのはなんでっていうのは、えー、え、これでどうせすんってお前、馬鹿じゃね<ー>って言われたんと一緒ですよね。で、だけど、あまり大きなものは起きないだろうと思ってるんですよね。ああそ,うそうですね。えー、とこう、まあ、言ったということなんですけど、はい、いやもう、まだ再び吉本の舞台に上がっていただいて、スリッパでパーンと貼っていただくようなシチュエーションを作りたいですよね。はいうん、だからもう大きなことが起こるんです。はい、間違いない。 はい。社会保障についてはですね、政府は段階の世代が75歳以上になり始める2022年度から社会保障費が急増する、こういうふうに見込んでいまして、全世代型社会保障検討会議、これを立ち上げます。政府は年金と介護保険は年末にかけて議論した上で、来年の通常国会に改革法案を提出、医療の改革案は来年の夏にまとめる予定です。国民の負担が増えること、あと給付削減など、痛みを 伴う改革に踏み込なんか便利なこともますよね。なんかもう予算カットするときには痛みを伴う改革だとか言ってね。はい。小泉の頃からこうなってしまったんね。そうでした。はい。いやだから、痛いっていうんだから。小泉純一郎元政治家とですね。痛いっていう話だからこれは結局その社会保障費を削りたいんですよ、財務省は。はい。で、今まで全予算をね、削ることに成功したんで、さあ最後の仕事だと。 え、まあ増税もしたし、はい、じゃあ次はそろそろ社会保障費負けずる仕事しようかということなんですよね。えー、うこうやっても日本は国民解放権がなくなっていって、<ー>でせっかく日本は安,安心できる国だったのに、はい、財務省の役人どものせいで,、はい、うんで、アメリカのような、もう全然医療が安心できないような社会になっていくんですよね。えー、でしかも貧困化。 してて、のせいでみんなな貧乏になって、はい、自助もできなくなるわけでしょうね。うん、自助もできないし、みんな貧乏だから、共、えー、助もしないし。助,共に助けるもし、ね、最後の頼みの砂の工、えー、助に関しても、それも削るって言ってるわけですから、はい、まあ、見殺し内閣ってことになりますよね、この女だったらね。うん、はい。 韓国政府は昨日、日本政府が7月に始めた韓国に対する輸出規制強化の第1弾、WTO、世界貿易機関協定に違反するとして提訴したと発表しました。韓国政府の所管が日本政府と WTO に届いた時点で提訴したことになります。韓国側が問題視したのは半導体製造などに使われる化学製品3品目に関する韓国向け輸出規制の厳格化です。WTO 協定というのは特定の 国に与えた最も有利な貿易条件を、すべての加盟国に平等に適用すべきだと定め。原則として、産品の輸入や輸出に制限を行うことも禁じています。まあ、この韓国側の動きですけれども、藤井、うん、いかがでしょう。これ、僕がね、はい、安倍晋三総理大臣というか、まあ、総理大臣だったら。はい、よっしゃー、ああ、きよった、きよった。と思いますね。きよった、きよった。なぜかって言ったら、ね、はい、負けの見込みないですから、これ。<っ> だってこんな不当な訴えないですから。はい。WTO でそんなもんも。WTO がバカだったら知らないですけど、普通の人間だったら。はい。だからバカレベルが、え、偏差値65ぐらいやったらね。はい。のバカだっても、え、こんなん、あほちゃんをかって言うと終わりですよ、この企画して。だって負ける見込みない本当負ける見込みないですから。ええ。ってことは、こうやって、僕が総理大臣だったらね。はい。なんかギョッとギョッと。で、これで、許せないとか、なんとかかんとかって、これでまた人気上がるよな、俺。とか。 他の失策いくらやったって、これ、韓国が俺のために騒いでくれてる間は、俺、結構支持集められるから楽だよな、これ。<ー>って僕だと思いますね。ええー。だから安倍総理がちょっと問題だなと思ってる人は、韓国に怒っといてください何してくれんだよ、お前、みたいな。 あ韓国にしか <laughs> そう、お前こんなことするから人気出たっちゃダメか、出たじゃねえか、この野郎みたいな感じになるっていう。えー、ちょっと複雑なことを言いましたですけど、わ、えー、かりましたですかね。はい <laughs> <の>、えー。まあ、あのー、理解はできた方多いかと思いますけど、提訴、うん、を受けてですね、今後は日本と韓国が WTO の紛争解決手続きに基づいて協議するということになります。うん、まあ、あのー、昨日でしたか、えー、日本もですね、うん、WTO で、これはあの、うん、勝ちましたよね。うんうん、これはあのー、韓国がこの、 日本製のこの産業用のバルブ、これが不当に安いっていうんで、うん、反ダンピング風邪をかけたっていうのでね、うんで、日本が、いや、それおかしいでしょうって言ったら、一審も勝ち、そして二審も、うん、つい先日、うんえー、これは日本が勝訴ということになりました。でもこれ 提訴したのが2016年ということが3年ぐらいかかってんですよね。うんうん、かかるんですよね。ですから、今回のこの韓国政府のものもまあ結論が出るのには3年近くかかるということなんでしょうかね、これまあ韓国としてはもう訴えたという事実があればいいわけで。韓国は訴えたという事実があればいいんですあね。そうそうあの向こうは戦ってるぞっていう姿勢を示せばいいだけなので。はい。はい、スラップ裁判。 と同じですよねそうなんですね。はい。10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられます。その対策として政府は、お酒、種類を除く飲食料品などの税率、末置く軽減税率や、キャッシュレス決済時のポイント還元、こういったものを導入します。いよいよ迫ってきた消費増税についてですけれども、改めて藤井さんは今どういうことをお考えでしょう。いや、もう残念ですね。本当に残念で残念で仕方がないですね。はい ミスミス日本経済が潰れてしまうのを見過ごしてしまうわけですから。残念ですね。えー、もう日本経済はもう地獄に、地獄になってしまうこともこれでも確定だとっ 確信してますね。えー、政府はですね、消費税増税、あと軽減税率の財源確保などで増える国民負担分、6兆3000億と試算しています。うん、その一方、ポイント還元策など負担分を帳消しする規模の、うんえー、合わせて6兆6000億円分の対策を打ち出しています。うん ま、あこうしたこの対策、これによってですね、国民は増税後もお金をじゃあ使うのかということですよね。いや、これもう政府のこの対策はね、もう焼け石に水、典型的な焼け石に水なんですよ。はい A、何なんでかっていうとね、まず第一に、たった一年で終わるわけですよ、こんなの、はい、あそうなんですよね。2> で、二年目以降も増税率は、税率変わらないんですから。ーセ10%ですね。 ものにね、はい、効果があったとしても短期で終わるんだから何の意味もないわけですよ、はいえー、でしかもその短期の間ですらね、これもうほとんど影響がないと、はい、もういく分は効果はあるかもしれませんけど、はい、全然効果がもう十分ではなくて、なん、はい、で,でかっていうと、まずそのほとんどこの6.6兆円の対策打ち出すんですけど、その半分程度がね、はい、単に給付金を配るようなものなんですよ、はい、そうするとそれ全部使わないですから、はい、結局、その。うん 貯金に回ってしまだから、あの、小さすぎるし、かつ短すぎるので、はい、もう焼け石に水どころか、焼け石にスポイトの水ぐらいやと。もう、ええ、一回ピュッてって終わりで、その何の効果もない、ええ、ようなもんだと言えます。でね、僕はあの、増税で日本受けた地獄と貸すというのをね、僕が断定しているのは、はい、僕はもう散々これまで説明してきたので、はい、もう長々と説明するのは割愛しますけれども、はい、過去2回の デフレ化における増税は、きっちりと日本経済を予想通り冷やしてきてるんですよ。はあはい、で、今、誰が見てもデフレな状況なんですから、ええ、確実にこの2%の消費増税は、日本経済をさらに冷え込ませるんですよ。ええ、折しも足元の経済を見ると、もうデフレーターもよろしくないし、はい、DI やとかなんやとかっていう、その景気動向指数もすごく悪いし、ええ、輸出はこれから伸びる見込みは全く、 たくない状況だし、えー、で、かつオリンピックも終わろうとしてるというね、はい、もう増税しなくったって、ものすごい経済対策を行わないといけないような最悪の状況で、えー、なおかつ増税をするんですから、もう自殺行為以外の何者でもないんですよ。<ー>で、経済のね、その対策というものが、この増税で6兆円増えるんだったら、僕はね、やっぱりね、その2倍から3倍、先生<ー>いい10兆円から15兆円程度のね、えー、対策を、まみできちんと、 行うんだったら、なんとかその影響をね、除去することもできるかもしれませんけれども、ええ、全然ちっちゃいわけじゃないですか。はい、でしかもそれ短いわけでしょ。ええ、だからもう地獄に落ちるのは確実です。はあ 消費税率10%まだあ、まあ、来月10月1日からですけれどもさらなる増税の話も出てきてるんですよね、まあえー、先週政府の税制調査会少子高齢化や働き方の多様化など社会の変化に対応した税制がどうあるべきかの議論を行いました委員からは消費税は10%がゴールではないこういう発言も出るなど今後も何らかの増税策が必要との考えが示されました安倍総理は消費税率を10月に10 10%に上げた後さらなる増税は10年間は必要ないとの認識を示していますが、まあ、これ、個人的な意見ですけれども、えー、この委員からですね、えー、消費税が10%がゴールじゃないということがえっ、ー、ってことは、この先また上がるんだったら、やっぱり貯めとくもの貯めとこうかなと思って、<laughs> ますね、消費には回しませんよね。これね、もう本当ね、くだらない話から申し上げると、はい、増税は10年間必要ないっていうこのセリフが、あ なんか、なんかね、はい、あ、なんか安倍さんやるな、になっちゃってるんですよ。はい。いや、全然違う違う、だ10%に上げてるし。はい。<laughs> あのー、えー、だからこう、いや、だから委員がね、はい、消費税10%がゴールじゃないとかって言うから、はい、もうなんか10年上げへんことがなんかもうさながら積極財政みたいに言われてるわけですよ。 ってんねん、この国はもう、みたいな。もっと2ポイント上げること自体が問題なんですもんね。<laughs> なわけですから。えー、いやね、僕はね、あの、本でも書きましたけど、はい、10%にどうしても上げるんやったら、15兆円の補正予算を6年間やりなさいと。はいまあ、そういう意味で僕はもう必ずしも増税には反対はしないと言いましたけど、はいえー、10%に上げてしまうような財務省がですよ、はい、15兆円の補正予算を6年間やるはずがないじゃないですか。はい、だから事実上これはもうね、増税をしたらダメだったわけですよ。うん、はい。 これ、こういう件もあるんです。国民民主党の玉木代表ですね。うんうん、今のこの日本経済考えたときには、躊躇せず消費税減税をすべきという主張してるんですけども、逆に減税するという考え、これいかがですかいや、もうそれ,それしかないでしょう。もうない。だから、15兆円の補正予算、補正予算を6年やるのでもいいし、ええはい 8%、さらには5%に減税するのが、はいえー、これから日本国民が目指さないといけない生き残りをかけた命がけの取り組みだと僕は思いますよ。ええー、まあ、少々と考えたときには、うん、そうやらなきゃいけない、うん、まあ、現実があるのに、まあ,あ、このままいくと10月1日には10%になる、うん、ということなんですね。なということなんですね、うんで。これね、野党の皆さんはね、えー、あのー、まあ、減税はどうだろうと、 やっぱり消費人もいるしなとか言ってるやが多かったわけじゃん。はい、長妻さんだとかね。ーーえっと、前原さんとかね。はい、あと、野田さんとかね。もう増税が好きでしょうがない人たちっていうのがいて。えー、彼らが、やっぱりその、与野党、その、各野党のね、まあ、えー、重鎮として居座っているので、えー、あの、令和新選組以外は、 なんか増税減税減税だって言えなかったんですよ、はい、でも一応まあ、うん、延期かなとはいたわけでしょ、はいえー、で延期って彼ら主張してたんだから野党は10月1日以降全員が減税を目指すという必然性があるわけですよ、はいえー、だからねここでね減税って言わなかったらね、はい、彼ら嘘をついたところになりますからぜひ、はい、ね野党がね減税でまとまってもらいたいと思います、えー、そうすると、えー、自民党もまた考え直すかも かもしれませんし、国会で議論をしてね。えーはい、そうやって日本国民の経済を守るように差配してもらいたいと思いますね。はい。と思いますね。はい。